第3月曜日は「賢い消費者になりましょう」と題して消費生活センターの相談員さんとまちづくり共同センターの消費生活ご担当の方から日頃の生活で気をつけなければいけないタイムリーな情報を伺っております。今日はは消費生活センター相談員の米谷さんにになどをめぐるトラブルに注意 これにつきましてまたまちづくり共同センターの畑さんには、えー、消費消費者問題に関する2017年平成29年の重大項目についてお話をいただきますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しますそれでは最初に、えーはい、米谷さんからこのカニなどをめぐるトラブル、はい、このあのピックアップしてくださったのは まあカニシーズンですね。すねお鍋とかね、はい美味、はい、しいシーズンです。ですはい。で、まあこういったトラブルがあるっていうのが、あの、えー、12月に国民生活センターの方から、はい、あの見守り新鮮情報っていうあの。 えー、情報が今こんな被害多いですよっていうのが出てたので、ええはい、それでまあうちにも相談があったということで、そうなんですね。ね、はい、全国的にもじゃあ出てるということですね。すねじゃあのいつものように事例を私の方からご紹介します。はい、はいえー。昨日海産物販業者かあ海産物販売業者からハガキが届き、ズワイガニ1キロ、ホッケ1尾、サンマ2尾、塩辛ら300グラム。 昆布1袋と記載されていました。 夫に確認すると3日前私の留守中に電話がかかりズワイガニや魚を産地から送るというのでよく分からず了解してしまいましたが断りたいと思っていたとおっしゃいます。今から断ることはでできるんでしょうかということなんですが、はい、結論から言いますと、はい、もうこれは電話勧誘販売ということなので,です、ね、突然電話がかかってきて「カニいりませんか?はい」というようなことなので、はい、あの8日以内であればクーリングオフができるので<あ>、はい、もう断ろうと思っていたす。 思うんだったら、えー、クーリングオフの署名を書いて送ってくださいという助言をしました、はいはい。ありがとうございます。はい、そのご相談者のように。 時々ありますね。家族が、はい、あなんかわかんないはいはい、ね、って言ってしまう。はい、特にあのなんかこう気前のいい愛想のいい感じの電話があったら <laughs> あいいですよって言ってしまう、はい、はい、誰かが頼んだのかなぐらいに思いますからね。でもその中で気をつけていくなんかこうパターンもありそうですね。すねじゃちょっとその項目を教えていただけますか。はい。まあ,あのいろんいくつかのパターンがあるんですけれども、はい。まあ 電話がかかってきてあのご相談の中で、ええ、販売業者とか、ね、名前がわからないケース。 電話を取るといきなり名前も名乗らず一方的に「君どうですか?」とか「送りますよ」みたいなことを一方的に話し出して結局「はいはい」って言ったけどどこの誰からかかってきたか分からないけど「はい言っちゃった」みたいなこと勢いにこうううれてしまうんでしま、ね、でょね早口だったので名前を聞くこともできずましてや方言とかあったらもうわけ分かんなくて「はい」言ってしまってもうどこの誰からかかってきたか分かんなく でどうしたらいいでしょう,うみたいなこと、があるんですね。すねはい、はい、あと、まあ。 魚は好きかっていうことを聞かれてもう「はい」って言っただけなのに勝手に送りつけられてそんな場合もあるんですかそういう場合もありますだから話聞いてて「じゃあ送るけどクリンンオフできません」って電話勧誘だからできるんだけれどもはできません生もんやからできませんみたいなことを言われて送ってこられてたらどうしましょうみたいな相談とかいうの結構ありますね。あと何回も断っての なななかかか電話切らしてくれなかったりあそうなんです、ねあ,ね、あと同じ業者かどうかわからないんだけれどもよく電話かかってくる「ええ、いりませんか?ん」みたいなことでかかってくるんで困りますっていうようなこともありますね。あとずっとお話を聞いてて最後「いりません」って言ったら「こんなに話したのになんで断るんだ」みたいなことを言われたっていうようなこともありますね。あ 来られる方々のパターンが、だいたい似たようなこんな感じだということですね。うすうはい、ねどうしても電話勧誘の特徴っていうのが、お昼、ね、お家にあっしゃる。高齢者からのご相談が多いんですね。はいえー、ホームモ販イと電話勧誘に関しては。えー そしてやっぱり高齢者のかかって方って電話で聞き取りにくいとか、ねですね、ちゃんと相手が名乗ってたとしても聞,、はい、聞き取れなかったっていうようなことで何、えー、か送ってくるっていうとこだけ頭に残ってる、はい、何が起こってくるのかうん、うん、何が送られるのかわからないっていうようなことで、えー、ご心配になって家族がどうしましょうっていうような相談もね。 うん、お昼間というのは何かこう平和に静かに暮らしてらっしゃるところにポンと文字通り不意打ちですよねで,で,、うん、で勢いに乗ってということになるので。で話聞いちゃって「あ美味しそうああそうなる」<laughs> っていう感じで気軽に。えー おきしてしまうっていうことがあるっていう、ね、うで今回の相談の場合は、はい、そういうハガキがまず届いたわけですね最初ね電話かかってきてその、ね、あもちろん電話がその後ハガキがと確認のハガキみたいなのが来て<あ>いついつ送りますっていうのが来たからあ,、うん、あ注文してたっていうのが分かったんですけれどもだからもし品のがもう同時に来てしまったらうんで,でそれにしてもクーリングオフははい、はい あの国語はあのできるので、ではい、あのこのアドバイスのところにずっとあるんですけれども、はいはい、じゃあ順番にアドバイスをゆっくりお聞きし,、はいはい、していきましょう。お願いもし、ね、いたします、はい。必要がなければもうきったきっぱり電話では断るっていうの、これが一番重要なんですね。はい、いらないとか関心がなかなければ、はい、もうきっぱり断るっていうのが、はい、電話勧誘の場合、断ってんのに何回も何回もしつこくあの言うっていうのは再勧誘禁止っていうのがちゃんと。はい 特定商取引法という法律にありますので、はいええ、その代わり消費者の方もきっぱり断るここなんですよねそれにはあの曖昧に聞こえてしまうそ,うそうなんですね結構ですというこの言葉は、ね、いいですとかね OK に取られてしまうそうなんですねあとよくあるのが「家族に聞いときます」とかねああ<ー>そう考えてくれるのかなって相手は期待しちゃうしまああのー「 考えてくれましたかとか家族はどう言ってましたかってまだかかってくる可能性があるでそういう曖昧な断り方をしない,っていうがつまりどう断ればいいでしょう、ま、はっきりいりませんいりませんの言葉ですねもう二度と電話しないでくださいっていうふうに、はい、はっきり言うっていうのが はい、大切かなと思う。これがまず大切。としかも早めに、もう、そうですね、そうですね。ずっと話聞いたら、こんな説明したのに断るのかって、さっき言われたこともあるということですから。向こうもね、必死だから、もうこの人あかんと思ったら、もう次行けはるから。そうですね、あの話、なかなか断りにくいと。よくおっしゃるんですけど、けれども、もうはっきり断る勇気を持ってください。っていうことをよく言います。喋ってらっしゃる途中でも、あ、これはややこしいことがかかってきた。 なと思ったらもういりませんって言葉の途中から挟んでも、うん うちにはもうかけないでくださいってはっきり言って電話だから置けばいいんですまいりませんってかけないでくださいっていうことをおっしゃっていただいたらと思います。ただね家族が注文したかどうかごめんな場合がねあるんですよね。ひょっとして私のために誰か注文してくれたのかなって家族の誰かがね言ってくれたのかなって思うような時は宅配業者さんがね来てもちょっと一回預かっといてもらって。 家族に相談してまた夕方ね再配達してくださいっていうふうに特に代引きとかでお金払う場合とかねあれば。 ちょっと預かっといてもらって家族に連絡して、うん、こんなん来てるけど注文したっていうことを確認してもらうっていうのも重要かなと思うんです、えー、いやここはでもねなかなかあのうっかり受け取ってしまいがちだし届いたものは受け取らなきゃいけないという思いがありますけど、はい、そうではなくてご本人に身に覚えがなかったり家族かもしれないと思っても。うん ちょっと一旦持,持って帰ってくださいってことも、いいわけ。ですねあとりあえず言ってもらって、はい、特にカニとか冷蔵庫入りませんよね。そうなんですよね。大きなものですから。はい、そうしたら、やっぱり受け取ったら、ちゃんと保管しとかないといけない。全館注意義務っていうことがあるので。はいね そういうことができないようであればちょっと一旦ねまたあの持って帰ってもらってまた後で連絡しますっていうことで、はいはい、あのあ注文してたっていうことはもう一度再配達お願いしますっていうことを宅配業者さんに頼むっていうことも一つかなと思いますねうん、はい、優先順位はまずあの間違いないものかどうかっていうのが一番で,で家族が頼んでたらまあそれでいい、ね、ということになるので。はいそ,、はいはい、その辺 気を使うならまずは自分のところが頼んだかどうかの気遣いをう確認ねし、ね、ないといけない。まあ家族だったらねいついつ何何来るよっていうね普段からね。まあ,あたまにサプライズをしようかなっていうのがあるかもしれませんが <laughs> はい。とにかくあの確認をしてから返事すると、はい。 なんかちょっと一旦ね確認するので預かってください、うん、また後で電話しますみたいなことを電話で勧誘を受けて契約した場合はあのクーリングオフができるのでそれをねクーリングオフできないと言われてもクーリングオフは可能ですので必ず書面でクーリングオフしていただけたらと思います。はい でまあ、そのクーリングオフについてねあの、はい、このコーナーでもよくお話をするんですけれども、ね、ちょっとおさらいを兼ねて改めてお願いします、はいまあ、このクーリングオフっていうのは電話勧誘とか訪問販売の場合突然やってくるので、はい、頭を冷やすすいう意味があります、はい、で消費者が一旦申し込みや契約をした場合でも冷静に考える直す時間を与えて一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。 訪問販売や電話勧誘など風一性のある販売には設けられているので必ず書面で通知をしてください、はい、これが重要ででですす電話で断るのはダメなんです、ね、あの言って言わんで後でまた揉めると、ね、いうことがあるので,、はい、ではがきの場合は必ず内容を記入してあの両面を、ね、コピーを取って、はい、そのはがきを郵便局の窓口に持っていっていただいて。 はい、特定記録郵便とか会員書留で発送していただければもうそれで成立しますつまり自分が必ずこの日に送りましたよ、うん、ということを証明してもらう、はい、手続きということですね。そで,でそのねコピー取るっていうのも自分が何を出したかっていうのをコピー取って残しておく、はいはい、でその2つをセットにして必ずあのしばらくの間ずっと保管しておいていただくっていうことが重要です。はい、はい でまああのー、今回の電話勧誘の場合は契約書面を受領後8日以内です。はい、でもしお金払ってた場合お金は返さ返してもらって受け取ってた商品は、うんえー、業者さんの 負担着払いっていうことで返すことができますのでそういうふうにしていただいたらと思いますでもしね書き方とか分からなかったらセンターの方にご相談いただいたらこれは初めての場合はねほとんどの方が分からないのが当たり前ですのでねご相談をいただいてでもしネットか何かで調べてご自分で何とかするっていう場合でも郵便局でちゃんと確認してクーリングオフのお知らせを出したいんですけどこれで合ってますか 確認した方がいいでですね郵便局どこまで見てもらえるかわからないので心配であればセンターの方にそのわかにもでも断ってても一方的に送りつけてこられた場合などは受け取り拒否ということもありますけれども断っても OK 送っててここられた時はううちは注文してませんっていうこといでもう持って帰ってもらうっていうことなんですがとりあえずどっから来てるかっていうのだけねメモしといてもらっていついつどこの業者さんで。 何が届いたかぐらいメモしておいてもらってもし後で何かあった時にな、ねうん、なるかなと思いますそれがあの届けてくださる宅配業者さんに迷惑がかかることではないんですよ、ね、ああとりあえずねあのうち注文してないのでっていうことをおっしゃっていただいたはいはいって持って帰ってもらえるとは思うんですけれども、はい、とりあえずどこから来たかだけは、ね、チェックされておいて請求とか来た時にああのことかっていうことが分かるように、えー、されておいた方がいいかなと思います。はい、でその時点であの返しまししまたってこともしよければ 例えば、また消費生活センターなどにお知らせいただいたら事例としてこういう場合も今はやっているといいますか起きているんだなということのなりますねわかりましたとりあえず皆さんご自分で判断できないときにはまずご相談なさっていただきたいと思います月曜から金曜と第2第4土曜日キッピーモールの6階で皆さん待ってくださってますしお電話での相談も受けていただけますからぜひご利用ください。ありがとうございました まずはカニなどをめぐるトラブルに注意お電話での勧誘というこのお話を相談員の米谷さんにご紹介いただきました、はい、では続きまして、えー、消費者問題に関する2017年昨年の重大項目について、えー、それでは、えー、っと畑さんからご紹介いただきましょうかよろしくお願いいたします、はいはい えー、消費者問題に関する2017年、えー、平成29年の重大項目についてお話をさせていただきます、はいえー。これは毎年国民生活センターが消費者問題として社会的注目を集めたものや、はいうん、消費生活相談が多く寄せられたものから選定して公表しているものです。はいはい、傾向としてはどんな感じだったんでしょうか昨年は。はいえー、まあカン金詐欺ですとか、えー、訪問購入といったものでまあ高齢者をターゲットにした。はいはい、あの。 格質な勧誘、あと仮想通貨ですとか格安スマホなどの新たな分野の相談が多く寄せられた年となります、うんえー。このまあ、えー、今日はこの重大項目の中から、はい、特にまあ、気をつけていただきたい項目をいくつかピックアップして、えー、ご紹介させていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ一つ一つご紹介いただきましょう。まずは。 はい、えー、まず一つ目は狙われる高齢者ということでカンプ金詐欺訪問購入での相談目立つというところです、はい、カンプ金詐欺訪問購入での相談、はい、ご紹介くださいはい、えー、高齢者を狙う悪質な手口が後を絶ちません、はい、カンプ金詐欺に関しては依然として多くの相談が寄せられています あと自宅で不用品を買い取ってもらうはずが強引に貴金属を買い取られたという訪問購入に関する相談も高齢者の占める割合が高く中には就活としてまとまった量の不用品を処分しようとしたところトラブルに遭ってしまったというケースも見られままししたたそうですかかはい分かり一つ目は狙われる高齢者についてお話をいただきました。続いては はい、ええー、二つ目があ依然として多い定期購入トラブル。定期購入トラブル。はい。はい、ええー、まあ二十歳未満の方でもまあ多く見られるということです。特に高齢者に限らずということですね。そうですねはい。はい 1>, えまあ1回目は90%オフなどと通常価格よりも低価格で購入できることが強調されておりまして20歳未満からの相談が多数寄せられています定期購入に関しましては特定商取引法施行規則およびインターネット通販における違反して契約の申し込みをさせようとする行為に係るガイドラインが改正されまして通信販売の広告や インターネット通販における申し込み確認画面上に定期購入契約である旨の旨及び金額契約期間その他の販売条件の表示義務が追加明確化されるなどの動きもありましたたそうですかかはい分かりましたえ以前とい定期購入トラブル特に初回だけすごく安くしているというこのあたり定期購入とは知らなかったというそういうご紹介も、ね、いただいたことありますね。すねはい、ありがとうございいます続いては はい、えー、情報通信の多様化、はい、格安スマホなどの相談も<あ>ということです、はいえー、規制緩和によりまして情報通信が多様化する中、うん、関連したトラブルも見られます、はいえー、料金設定が比較的安価であることなどから、はい、格安スマホの利用が広がっていますが、はい、一方で思っていたサービス内容と異なっていたなどの相談が多く寄せられました。はい 格安スマホの相談もありました。はい、続いては、はい、えー、子どもの事故。 加熱式タバコの誤飲、宅配ボックスに閉じ込めなどが発生しております、はい、子どもの事故ですか、これは気になるところです、ご紹介くださいそうですね、タバコの歯を電気で熱して蒸気を吸う加熱式タバコでは、はいえー、誤飲による子どもの事故が発生していますあそうなんですね、はい それと、はいまあ、不在時でも宅配便を受け取り可能な設備であります、宅配ボックスでも、子どもが遊んでいる最中に閉じ込められる事故が起きています加熱式タバコも宅配ボックスも近年、注目され始めた商品、うん、サービスです。 市場が拡大するとともに事故件数が増加する可能性もあるので、はい、今後も注意が必要です。はい。とにかくあのタバコ類は子どもさんの手の届かないところに置いていただきたいですね。はい。わ、はい、かりました。子どもの事故についてもありました。続いては何でしょうか。はい、えー。格安旅行会社テレビクラブが経営破綻。はい。これ大きなニュースになりましたね。 3月、主に海外旅行のパッケージツアーの販売を行っていた旅行会社、テルミクラブが多くの旅行申し込みを受けたまま経営破綻したことによりまして、はい、旅行者に大きな影響を与えました。はい 旅行会社が破綻した際には、旅行者が前払いした旅行代金を弁済する、弁済業務保証金制度がありますが、はい、この度の破綻を受け、観光庁において消費者保護のため、制度のあり方の検討が行われた結果、はい、弁済業務保証金の引き上げ等の措置が講じられることになりましたそうですか、ね、楽しみが一転してという、そんな大きなニュース、今も思い出しますね。うんえー、続いては何でしょうか はいえー、景品表示法による初の課徴金納付命令、品質への信頼揺らぐ企業の不祥事。あはい、どんな内容でしたか 1>,、はいえー、1月に消費者庁は大手自動車メーカーに対して<ー>、えー、実際よりも燃費をよく見せかけていたなどとして、はいえー、景品表示法に基づく初の課徴金納付命令を出しました、はいまあ、これ、皆さんよくご存知かとは思いますけれども。 また下半期には自動車の感成検査を無資格者が行っていた問題や大手鉄鋼メーカー等による製品に関するデータの改ざんや不正が明るみに出るなど品質の信頼を揺るがすような問題が相次ぎました、はい、そうでしたね、はい、これも本当に大きなニュースになっていましたので、ね、皆さん、記憶に新しいと思います。ででははつ目は何でしょうか、はい、改正特定商取引法施行 約120年ぶりとなる民法改正もちょっと難しい内容ですが、ゆっくりご紹介ください、はい、2016年6月に交付された改正特定商取引法が、昨年12月1日に施行されました、はい、この度の改正では、指定権利から特定権利への規制対象の拡大。 法令違反行行行為を行う事業者へのの対応の強化等が行われました、はい、また美容医療契約に関しては、近年、不適切な勧誘や解約に関する消費生活相談が増加しているとして、はい、一定の美容医療を特定継続的益務に新たに追加指定する政令改正も行われました。はい そして5月に民法の一部を改正する法律が成立し約120年ぶりに契約等に関する規定が見直されることになりました、はい、約款規定の新設や賃貸借における資金返還や現状回復に関するルールが明文化されるなど 消費生活に関わる内容も含まれています、はい。なかなか難しい内容ですけど、またこの時間でいろんな事例とともにね、ご紹介いただけると思います、ね。ですね、のちょっと美容医療に関してだけ、はい、お願いします。まあ、あの、エステと、はい。と えー、美容医療っていうので、えー、同じように脱毛してもエステでしたら、はいえー、特定継続的勤務って言われてたんですけれども、はい、でクリニックでしたら美容医療ということでークーリングオフとかちょっと解約ができなかったんですけれども、はいまあ、一部の美容医療で、えー、例えば。 脱毛とかしみそばかすの除去と皮膚の活性化とかしわたるみの軽減とか脂肪の減少とか歯の漂白とかこういったものの一部に関してすべてじゃないんだけれども1か月以上5万円以上という規定があってそれに当てはまれば特定継続的疫むということでクーリングオフとかそういった中途解約について当てはまるようになったっていうことなんですね。ククリニッでもはい だからそういう書面もちゃんと出さないといけないっていうふうな規定ただねみんなじゃなくて一部なんですごいその契約する時にね難しい1日だけやったらダメ1か月以上とか5万以上とかいうそういうのがちゃんと決まりがあるのでもしご自身でね分からなかったらセンターの方に聞いていただいたらと思いますすそうでねとにかくご自分で何か説明を受けながら流れに沿ってしまったっていうのが一番良くないですよね。 ですね。わかりました。はい、またあのこの時間にぜひ、はい、あの具体的な事例としてご紹介ください。はい、では9つ目ですお願いします。はい、えー。集団的消費者被害回復制度の整備進む、えー、特定的格消費者団体の認定と国民生活センターのあ国民生活センター法の改正です。はい 2016年10月、消費者裁判手続特例法が施行されまして、はい、これまで2団体が消費者に代わって被害回復裁判手続きを遂行できる特定的確消費者団体に認定されました7月に的確消費者団体等の活動を支援する基金として消費者スマイル基金が設立されました。 また特定的確消費者団体の被害回復裁判手続きにおいて仮差し押さえのための担保を立てることができるとする国民生活センター法の改正が行われ10月1日に施行されました、はい、漠然とですが消費者がより守られるようになったと思ってよろしいでしょうかありがとうございますでは最後にあの三田市の状況などをまとめていただきたいと思いますはい 三田市の状況ですけれども、はい、三田市の消費生活センターには、年間1200件程度の,、ねはい、あの相談が寄せられていますす結構多いですね、はいまあ、依然として、メールによる架空請求ですとか、はい、インターネット通販などの相談が多いんですけれども、えー、家のリフォームや水道工事など、はい、工事に関するものも多くありました。はい まあ被害に遭わないためにはあ手口を知っていただくことが大切ですので引き続きこの番組や広報誌で情報を発信をさせていただきたいと思います,、うんすね。はい、はい、よろしくお願いいたします。え今日は消費生活センター総代の米谷さんに時期的に皆さんが飛びつきそうな話題でぜひごしょうあの。 ご注意くださいというカニなどをめぐるトラブルに注意について、そして今お話しいただきましたまちづくり共同センターの畑さんに消費者問題に関する昨年の重大項目などご紹介いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。した第三月曜日は賢い消費者になりましょうと題して伸びゆくサンダー15日号掲載の話題やタイムリーな情報を伺ってまいりました。次回は2月19日を予定しております。